はい、今回は、汗と網の点、判題、2015年の問題を説明します。ベンゼンとエチレンを出発物質として、解熱剤であるアセトアミノフェンを合成したいと。化合物 A は化合物 C に数糖塩酸を作用させ、水酸化炭ナトリウムで処理することができると。合成できると。化合物 C は化合物 Z に、硝酸を反応させてられる。この反応では化合物 C の他にその異性体 X も得られる。化合物 D はベンゼンとプロペンの反応を第1段階とする3段階の反応を経て合成できる。これが1番です。で、化合物 B は2分子の化合物 E から1分子の水が取れて出合したものであると。化合物 E は、エチレンが、2段階の酸化反応を経て合成できる。第1段階の反応で生成する化合物 F はペーリング液を還元、または、還元すると。また、化合物 F は、PDCH、パラジウムと銅を触媒としてエチレンを酸化しても合成できると。A から F の構造式、S、異性体 X の構造式、1の合成の名前、D と共に得られる化合物の構造式を書きなさい。アセト、アミノフェンってこれ構造式しっかり覚えてませんよね。これ、アセトアミノフェン。なあ、これは、ベンゼン環とな、こないして、OH と、で、こっち何やったかな、こう、NH、ちょっとこれ、二つかですよね、これ、ね。これ覚えてたらね、さあ、すっとくんねえけど、こんなん忘れてるよね。で、まあ、見てたら、クメンができてた。ベンゼンにプロペンって、これはみんなよく知ってますよね。ベンゼンに、こう、プロペンを反応させたら、これは三触媒な。ここは三触媒で、マルコフニコフ則で、ここの、真ん中に CH3、これが安定で、でこいつがボボッと当たって、で、H プラスが取れてね、で、こう CH3 か。こういうクメンっていうできるな。クメン。これクメンっていうな。で、クメンをこう酸化させると、クメンヒドロ、ペルオキシド、これなんか有名ですよね。こう OOH で、こう CH3 で。で、これ分解したら、アセトンと、ペノールができると。これはな、みんなね、よく知ってるやつなんですよね。これがね、ペノールと、で、アセトンができると。ね、クメンと、で、とかじゃな、クメン、ベンゼンとプレ、D はベンゼンと反応させて第1段階する3段階。なんかややこしいな、これ。で、化合物 A は化合物 C に、化合物 A? で、化合物 C に、その他に、化合物 D はベンゼンとプレ、化合物 B は、二分子の化合物 E から水が取り除したもので、化合物 E はエチレンからの酸化。これエチレンからの酸化はな、ワッカー法で言って、ほらな、エチレンをこう酸化したら、こんなんもなかなかわかりにくいよな。これアセトアルデヒドができるな。アセトアルデヒドができて、エチレンの酸化によって合成できると。これ、だから、これ E やな。E。で、E は酸化ですね。生成する F はペーリング液と還元するやな、これ。で、F は、で、E は、二段階の酸化を経て、いや、だからこれいいだろうな。こっちが、これまた酸化したら、COOH で、で、こっち CH3 で、これがいいやな。E は、なんか、で、これ化合物、これヘイリング液の液を還元するのはこれアルデヒドな。で、この E は、これ二分子解合する、って書いてあるけど、水が取れるって書いてあんねんから、これは無水酸化やな。O で、C で、CH3。これ無水酸化やな。
水が取れたものであると、B から一分子で取れて出航したもの、これ B やな、なんか B やな。で、一番最初のやつはなんか分かりにくいですね、これ、C に硝酸を反応させる、これニトロ化するやな。で、ニトロ化 A は化合物 C にすると塩酸やから、こうフェノールやな、フェノールがあって、で、これあのここに硝酸加えて、まあ、ノール酸も必要やけどな、脱水作用でノール酸で、これ NO2 プラス、ニトロニウムイオンがこう、オルトイかパラインにこういってるな、いって、で、OH の NO2 で、これはまあ3つくっつく場合もあるんだけど、まあ今、こういう、オルト、ニトロ、フェノール、こんなやつができるな。これは X だな。で、これができて、で、これをこうすると、塩酸で還元するんだな。還元したら、OH で、ここ NH3 プラス、アニリンの塩酸塩みたいな形になってるな。これ塩酸が過剰やから。で、無理 OH 入れたら、弱い塩基である、あの、NH2 が出てくるな。ね、スズエン酸はまあ硝酸、化合物 C は化合物 D に、化合物 C だからこれ C か、あ、化合物 C は、化合物 D に硝酸を反応させる。でこれ X は得られると。で、化合物 D やな、化合物 D。D って、化合物 D っていうのは、フェノールやな、これが化合物 D やな。で、こんなんが得られると。で、これが化合物 A か？これ化合物 A。なんか反対から言うから難しいな、化合物 A。で、化合物 A と化合物、あとはこれは化合物 A というのはこう OH と NH2 で、でこれにあの無水酢酸 CH3CO の O の CH3CO やな。でこれでここのところにこうこうくっついてるな、この CH3CO がくっついてアセトアミノフェンができるという反応ですね。なんかどれがどれか、なんか逆から来るか分かりにくいですね。あ、これ、アセトアミノフェンっていう構造式分かってたらなんとなくできると思うんだけど、なんかごちゃごちゃになってきそうですね。あ、G と共に得られるのは、これアセトやな、アセト。合成の名前はクメン F X はオルト、ニトロ、フェノールか。で、A から F の構造式。A くるよな。で、B はどこに書いてな。C、D、E、F。あ、B はあれだな。無水酢酸。はい、以上です。